ドライヤーマジやばい。こんばんは。ね、今日、あ、そう、今日なんか洋服を買いに新宿のルミネまで行ったんですよ。ちょっと遠出して。そう、新宿のルミネならいっぱい服あるだろうと思って行ったらさ、ユイリーさんとさ、タオちゃんとさ、ユキリンさんのさ、あの下着のさ広告でっけえのあってさ、湧いた。そう、湧いたね。こんばんは。かわいいと思って。こんばんは。家から出る前に暑いからタイマーしてる。あ、わかる。さあ、もう帰ってくるだろう時間の1時間ぐらい前にタイマーセットしてつけちゃう。こんばんは。そんな感じで今日はそれでね、そうルミネに行ってお洋服を買ってまいった。やばい、パソコン重すぎる。重すぎる。こんばんは。自分も今日の夕方新宿にいました。わっ、すれ違ってたかもしんないね。わかんないさ、あんまり昼ぐらいしかいない、までしかいないからすれ違ってないかも。こんばんは。そう、洋服買ってきた。待って、アップルウォッチつけてないわ。そういや、本当は今日ね、そう遊びに行く予定があったんですけど、遊びに行くっていうかご飯に行く予定があったんですけど、それが頓挫したのでおとなしくお家に帰ってきました。なんか今日お昼ご飯をさ外で食べたら夜お腹空かなくて、夜ご飯プロテインだけにしちゃった。お昼食べ過ぎた。なんかめっちゃボリューミーだったんだよね。一人前普通に頼んだら、だから未だにお腹空いてません。こんばんは。ゆうなちゃんとねスイッチでゲームした。そう、オンラインで。こんばんは。au も復旧してよかった。なんか au さ、未だにアンテナ立ってないんだけど、まあ、それあの電話使わないからさ、あんまり全然支障はないんだけど、外でネットは使えるから。でもアンテナは立ってないんだよね。そう、こんばんは。まあ別にでも困ってないからいいやと思って思ってます。新宿迷わなかった？え、まあ、迷ってだよね。新宿行くたびに毎回ってなる。こんばんは。なんか前新宿のニトリに行きたくて、新宿のニトリってめちゃくちゃでっけえじゃないですか。行きたくて行こうと思ったんだけど、マジでどこに行ったらいいか分かんなくて一生ぐるぐるしてた。何口に行ったらニトリに行けるんだみたいな。しかもその何口はどうやって行くんだみたいなね。あのマジで迷路、ダンジョンすぎて、でっかい駅便利だけど考え物だなと思いましたね。ちょっと一回再起動しようかな、パソコン重いな。動画の編集したいのに。こんばんは。東京行くと道間違えて歩数めっちゃ伸びる。わかる。新宿渋谷ってずっと工事してない。え、マジで一生工事してる。あ、なんなんですか、いつ終わるんですかあれしすぎだよね。タメさん、短冊ありがとうございます。
新宿駅のロッカーに預けたらどこに預けたか分かんなくなって大変だったこと。うわ大変そう。しかもさ、そのでっかいからさ、違うとこ行っちゃったらさ、そのロッカーまでたどり着くのも難易度高そう。新宿ニトリは新南口の高島屋の隣です。その新南口にどうやって行くかが分かんなくて、そう、うーんってなりました。まあずいぶん前の話ですけど、もうニトリずいぶん行ってないんでね。横浜も永遠に地下掘ってる。そうなんだ。あでも横浜はなんか終わらない工事みたいな噂聞いたことある。こんばんは。横浜駅もずっと工事で日本のサグラダファミリアって言われてる。うまいね。いつ終わる予定なんだろう全部。誠の助さん、笹の笹の葉サラサラ、ありがとうございます。それこそ下北沢も工事ってわけが分からない。下北沢の工事ちゃんと見てないわ。よいしょ。こんばんは。東京駅のロッカー意外と分かりやすい。東京駅さでかいけど意外と分かりやすくない？道も広いし、その駅構内の口もそんなに多いわけじゃないじゃん。なんかなんだっけ、丸の内口と八重洲口でしたっけの三方向みたいな、大きく分けて2つの三方向みたいになってるからさ、意外と東京駅分かりやすいよね。そう、こんばんは。渋谷駅は再開発で高層ビルが建設らしい。そうなんだ。もうすでに高層ビルだらけだと思ったけど、まだ高層ビル増えるんだ、すごいね。2年後に完成って終わったら今度は25年完成ってなってた。すごい不思議だね。マジでサグラダファミリアやん。いいね、サグラダファミリア見に行かない。でも丸の内線とか遠いよね、乗り場。そのイメージあるわ。東京駅に日本一高いビルができる。へえ、東京駅にできるの？東京駅の近くにできるとかじゃなくて、東京駅に直結んでデカビル作るのかな。渋谷スクランブルスクエアみたいな建物みたいな感じでくっつけるのかな。あんまりそういう新建物情報知らない。こんばんは。見て爪がねめっちゃ長いんです。今うんで今すごい短くしました。東京駅の駅近、美味しいちょっと高級のお弁当が売ってる。あ、そうなんだ、高級駅弁が売ってんだ。こんばんは。ね、わかる？レンガ造りのあの丸の内側でしょ？丸の内口側でしょ？めっちゃわかる。かわいいよね、あの古き良きデザイン大好き。あれ主権さん、こんばんは。幕張メッセに行くために何度東京駅に乗り換えたことか。京葉線？幕張に行くとすると、あれ何線で行くの全然わかんないこんばんは。東京駅の北口に日本一の高層ビルが計画されてる。へえ、それはいつできるの？京葉線マジ遠いよね。成田新幹線が頓挫したことによってできた京葉線東京駅マジで遠すぎてびっくりしちゃう。こんばんは。一駅分くらい歩いてない？京葉線ホームまで。こんばんは。鉄道の歴史に詳しいのね。なんか前ショールームでみんなが教えてくれた。よいしょ。爪切ってるんですか？そう、爪が長すぎて。そうなの。
丸の内中央口の天井に十二支が飾られてる。へえ。東京駅とかもう随分使ってないですね。実家帰る時ぐらい。なんかその東京で暮らしてるうちに東京駅あんま使わないかも。鉄オタアイドル目指す。松井玲奈さんの後追ってく？でもそこまで鉄オタじゃないんだよな。それちょっと詳しいだけ。そう、ちょっと詳しいだけだよ。第三セクターとかあんま理解してないし、ちょっと詳しいだけです。普通の人よりあんまよく分かってない。こんばんは。でもそういえばマジで寝台特急に乗ってみたくて、寝台特急に乗って西日本に旅行に行く計画を立てたいんだけど、最近暑すぎて、西日本行くのちょっとしんどいなって思っている Now。 今の AKB に鉄オタっているのかな。サンライズに乗って愛媛に行こう。サンライズに乗って愛媛に行くのね、なんか不便そうだったんだよね。サンライズでさ、出雲、瀬戸で降りたらいいのか、瀬戸から降りて愛媛までってね、ちょっと ややこしそうだったんで、普通に出雲とか瀬戸に旅行するときに乗ろうかなって。愛媛行くのはやっぱ飛行機がいっちゃん楽よ。そう、結局ね、切り終わった。ああ、料理しやすい爪になった。深爪にしちゃった。いや、これはまだ深爪ではない。白い部分を全部ちょっとずつだけ残してある。いいね。松山に珍しいダイヤモンドクロス。何ダイヤモンドクロスって、初めて聞いた。検索しよう。さやが検索するのが先か、みんなが詳しく教えてくれるのが先か。あ、待って、タイピングめっちゃしやすくなるじゃん。最近爪長すぎてさ、パソコンのタイピングめっちゃ大変だったんだよね。えちさん短冊ありがとうございます。姫路で降りて大阪観光。あー、なるほどね。大阪だとさ、着くのが早いもんでさ、早すぎるやんね。姫路はでも大阪じゃないけど姫路は姫路どこ、何県か分かんないわ。めっちゃ姫路って地名知ってんのに。こんばんは。路面電車と郊外線の十字交差。そんなのあるんだ。なんだっけ、ダイヤモンドクロスって言った。ちょっとなんて調べるか忘れちゃった。ダイヤモンドクロス。あ、めっちゃタイピングしやすい。最高すぎる。全国でもほんの数箇所にしか存在しない希少スポット。こんばんは。姫路、兵庫か。さ、今兵庫って言おうと思ったけど、あれ兵庫は彦根だったっけと思って言うのをやめちゃった。でも自信持ってよかった、さやの思った気持ち。こんばんは。片山健介さん、短冊ありがとうございます。そうで、彦根は滋賀だった。いや、あの辺さ、それさ、関西あんまよく分かってないんだよね。あの辺ぐもにょんってしてる、ぐちゃってしてる。そうで、彦根と姫路が今すごい、どっちがどっちだったかな、なんか間違ったこと言ったらみんなに突っ込まれるから、分かんないことにしちゃおうっていう気持ちが出ました。ダイヤモンドクロスとは線路が平面で交差する場所のことを指す。全国で唯一路面電車と普通の鉄道がこう垂直交差してるんだ。
でもあれだよね、普通の電車の方がさ優先だよね。路面電車ってちゃんとさ信号守ったりしてるからさ、なんか車と電車の合いの子だよね結構。そう、どっちも有名な城があるからマジでどっちもあの一緒の気持ちだった。あ、どっちがどっちだったかしらっていつも分かんなくなるんだ。姫路と彦根どっちも行ったことないし行ってみたいね。今のとこ天守閣登ったことあるの松山城と松本城しかないんだけど、天守閣なくていいなら上田城も入れたいけど。好きなお城は天守閣が残っているお城で限定するならやっぱ地元びいきなんで松本城ですかね。地元びいきしちゃいます。そこはやっぱり普通にかっこいいしね、黒でカラス城だから。天守閣はまるでアスレチックさ、この前松山城登った時さ上りの階段でめっちゃさすね打ってさ、階段すごい急だからさスネガンって打ってさめっちゃ痛かった。だからさあれだよ、2日間のジョンマイライブ前徹ライブあのスネにタンコブできてた。いまだにちょっと青技残ってるもん。もう痛くないけど。こんばんは。姫路城は超おすすめです。でも姫路城はなんか見た目が好きなの。可愛くない？姫路城なんかいや城に可愛いとかないけど。姫路城と彦根城検索しよう。姫路城。あほら白くて可愛いじゃん。これ好きよ。見た目好きです。なんか華やかじゃない？白っておしゃ。いい本じゃな。彦根城。あ、彦根城はなんか絵に描いたカラーリングだね。いい色だわ。あ、でもちょっと小さめで可愛い。なんかでも豪勢な感じする。前鉄のスライディングは別に痛くないよ。だってあれ膝だもん。すねだもん、さやが打ったのは。昔は犬山の橋を車に混ざって名鉄が走ってた。へえ。お城の魅力って何ですか？なんだろう。見た目が結構さえば好きかもしれないね。姫路城新しくなって真っ白になった。あ、そうなんだ。より白くしたの？なんか。もな、なんだろう、元のカラーリングを大事にしてほしかった気持ちもあるけど。そうなんだ、より白くなっちゃったんだ。行ってみたいな姫路城。姫路城内部、あーいいですね。城って感じ、めちゃくちゃ城って感じしていいな。お城も御朱印みたいにスタンプ集めたらしい。スタンプなんてあるんだ、いいですね。中にめっちゃ太い柱があった後される。すごい。でもめっちゃ太い柱があるってことはさ、めっちゃ太い木からさ切り出したってことでしょ。すごくね。何年、樹齢何年の木だったんだろうね。登るのに下りのリフトに乗る。不思議。確かに白維持するの大変そう。確かし。熊本ツアーに行った折に熊本城にも行ってきたよ。最高だね熊本城。マジ九州行きたくてさ、行きたいです。江戸期の立派なお城だけじゃなく戦国期の山城とかも面白い。それは全然知らないんだよね。こんばんは。家康の時代は江戸城も白くて輝いてた。そうなんだ。江戸城
院の丸岡城。え、初撃。よいしょ。ああ、字が違うよ。ああ、なんかおしゃれだね。ちっちゃい。ち、控えめ、控えめです。熊本城。ああ、熊本城ね。ああ、熊本城地震でこんなに大変なことになっちゃったんだ。なんかすごい地震で大変なことになったとは知っていたけど、こんなに大変なことになってたんだ、知らなかった。石垣がもう削れてる。すごい、よく復旧。すごい。漆喰は海藻から取る。あ、そうなんだ。漆喰って海藻から取るんだ。なんか漆、漆っていう字が入ってるから、漆とかから取ってんのかと思ってた。よいしょ。ケラさん、短冊ありがとう。大阪城は昭和に再建したから、エレベーターがあって便利。中にエレベーターあるの、めっちゃ便利やん。あの超急な階段を登らなくていいってこと。岡山の備中松山城に行った時に、備中か、備中、イントネーションが分からん。交通手段なくてレンタサイクルで登ったけど、急坂に泣きそうになった。うわ、坂きついね。なんかとんでもない坂の場合さ、自転車より歩きの方が楽だったりするよね。武田城、武田城ってどこ、何県。武田城雲海。え、これ何県。兵庫にあるんだ。へえ。雲海ね。おしゃだね。海藻と漆を混ぜる。ああ、そうなんだ。備中か。備前とかの読み方しちゃった。備前、備前の漢字で備中って言うんだけど、備中ね。跳ねるんだね。むず。昔の読みがむず。香川の丸亀城の石垣。丸亀城の石垣。みんななんか城詳しくね。なんだっけ、丸亀、丸亀城画像。おー、お、かわいいね。なんか石垣がすごい。え、すごっ。とんでもねえ規模じゃん、石垣。こんな何年かかったんだ。兵庫の武田城はまさにマチュピチュ。えー、すごっ。備中松山城は猫が城主。え、何、かわいいんだけど。こんばんは。やば、備前、備中、ビンゴ全部あの罠すぎて読めん。これで学んだわ。こんばんは。こんばんは。そっか、戦国時代が好きだとお城も好きになるんだ。そういえば11日しずっ公園。え、そう、しずっ公園さ、いつぶりですか。ちなみにやばくない、めっちゃ久しぶりじゃない。え、なんかスタッフさんに前、いつでしずっ公園やるんですかって聞いたら、もう8月いっぱいまではなんかもうあの公園の何、大体の大組が決まってて、えいとできないんだよね、だから9月かなって言われてたの。急にさ、多分他の公演がこういろいろね、メンバーのあれとかでできなくなっちゃって、急にエイト復活して嬉しいけど、久しぶりすぎて。久しぶりすぎてやばい。まさやまだ出るか分かんないけど出るとしたらマジ焦るわ。
7から11まで有給消化で休みを取ってるからサリンで生申し込み。おすごい夏休みだね。イエーイ。出れるかな。覚えてる？ね、振りは覚えてるけど立ち位置はまるで覚えてないね。うん。でもあるよ。いた。資料はねあるよここに。さーて、エイト公演はどれかな。これは A。これも A。これは4だ。あれ？エイト公演の資料どこ？あれれ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 れ。あ、これじゃない？あった。ナーノちゃんの信濃毎日新聞のキャラクターナーノちゃんのクリアファイルに入ってた。ありました。全然位置覚えてないわ。歌詞とか振りはね多分大体わかるんですけど、なんか細かい振りはでもなんか忘れてそう。マリアとか全部忘れてるな。あとね、ニポジやってるからそこもややこしそうだね。ちょっと出るか分かんないんですぐ使えるところに入れとこう。出るってやったらすぐできる。ケンケンさん単独ありがとう。ミート公演は7月11セブンイレブンの日ですね。セブンイレブンの日。今はセブンイレブンの牛乳を愛飲しています。セブンイレブンの低脂肪牛乳、低脂肪乳愛用しています。愛飲しています。そう。11日って雨降りそう。え、なんかさ、ここあと残り1週間ぐらい全部雨じゃね。ね、全部雨の予報でしたよね。でも残念ながらあの雫公園の醍醐味の一つであった雨降ったら一曲増えるよってやつ、8人公演だとね実装されてないんですよ。そう、直角サンシャインの8人バージョンがなんかこう作られてないので、そう実装されてないんですよ実は。直角のなんだっけ、ちょっと歌詞わからん。反射してるスニーカー脱ぎ捨てながら路線バスのフロント。全然今歌詞多分ぐっちゃぐちゃだけど、公演の前のルーティーンは、あ、でもなんか全体としてね、全体としてはあのストレッチと声出しはやるんですよ。なんかみたいなやつとストレッチはして、私はルーティーンにしてるわけじゃないんだけど、別にそういえばいつもなんか公演結構さ、なんか忘れるのが早いんですよダンスとかを。ダンスとか立ち位置とか忘れるのが早いのって絶対復習がいるんですよ。もう1週間ぐらい空くだけで。そうなので公演の日は早めに、人より2時間3時間ぐらい公演劇場に早く入って試練するっていうのが自分の出来が悪いがゆえのルーティンになってます。そう、直角三振今まで 3,4 回くらい披露した。え、私が出たっていうくくりであれば確かに 3,4 回はないな。でももうちょっとやってると思うけど、全体だったら全然十数回とか全然やってると思うよ。覚えるのは遅い、覚えるのは遅くて出てくのは早いから、本当になんか良くない脳みそ、使えない脳みそしてます。直角三振に聞けると思ったら直前に晴れて泣いた記憶しかない。さやたちもさ、降水確率みたいなの毎日見てたな。なんか公演前にさ、今日雨降るかもだからリハしとこうみたいな。サイリンより入りが早い人いるん？
あでもさやが早入りした時はいつも一番乗りですね。そう、こんばんは。近くサンシャイン意外と傘使ったりするからめっちゃリハがね大変なんです。そうだからみんなでどうしようみたいな、この降水確率だったらリハしといた方が、まだ降ってないけどリハしといた方がいいよねみたいなね。そうそう、開演時間に降ってたらやるみたいな感じだったんですよ。でその降ってるも、そのもう霧雨とかみたいなすんごいちっとした雨だったら降ってるに換算されなくて、結構ゴンゴンに降ってないと雨だと認定されないみたいな感じでしたね。サリーのダンスかっこよくて好き。あー嬉しい、ありがとうございます。とってもハッピー。再起動したけどパソコンは重いな。パソコンがっていうか編集ソフトが重い。スニーカー脱ぎ捨てながら、降水量5ミリ以上、わかんない、なんかスタッフさん基準だった。でも観測場所は劇場裏の階段、多分そうじゃない。雪は雨じゃなかった、雪は雨じゃなかったです。雨換算じゃなかったね。意外と厳しめだったよそう、しかもそのさ裏でさ傘とかもスタッフさんがこう準備したりとかしなきゃいけないから、スタッフさんも結構大変なんですよあの曲って。そうだから結構厳しめでしたね厳しめ。もうちょっと甘くてもいいんじゃないかと私は思ってましたけど。こんばんは。下灘駅は行かなかったの？下灘駅行ってる暇なんてなかったけどね。8人になってからのユニットがあやふや。8人はまず最初がフルーツスノーオンでルンルンで、その後なんですか？マリアですか？確かに順番わかんないわ。マリアか。マリアで、マリアの後何？全然知らないわ。何やってたっけ他。あ全然忘れちゃった。自分のマリアと君は僕の風しか分かんない。なんかもう一個やってたポジも全く同じユニットだったの。そう、その2つだったかな。なんだっけ、何やってたっけ確かに8人バージョンのユニット全然覚えてないや。16人のは覚えてるのに。あー彼女ね、彼女か。一回やってみたいんだよねあのポジ。あー純クレか。純クレじゃないや。え純クレだよね、純クレ。なるほどね。で君僕か、ユニット5曲ですもんね糸公演は。知らない、自分がやってない曲全然知らないわなんかさあ、まあでも彼女は可愛い系かユニットでも、なんかプリプリの可愛いっていう曲はさフルーツスノーしかないなって印象があった。8人バージョンの静岡公演、君は僕の風の衣装可愛くて大好きね。あれなんかさ白で可愛いよね、白い制服みたいな。そう
新衣装ですごい嬉しかった覚えがあります。さここ最近は暑すぎだったから雨で嬉しい。まあ多少ムシムシはするけれども気温が低いのは結構嬉しいよね。わかる。ちょっとマジで動画編集しないとな。もう前編から10日くらい経ってる。もっと経ってるか。ピンチ。静公園何事もなく終わりますことを願うばかり。マジでそれ。どこにいてもわかる。どっちが勝ったの？動画上げる前にどっちが勝ったか上げたらマジで動画誰も見んやろ。そんな聞くことある？ここで結果言ってたらめちゃくちゃ YouTuber のセンスない。こんばんは。昨日はお茶1リットルだったのか今日は500ミリリットルで足りたのに暑さ和らいだの実感。確かに本当に飲むよね暑い時って。彼女のピンクの帽子と衣装サイリンが着てるの見たいです。いつかあのポジションができるといいなと願ってます。すごい波動ド DD 席当選者めっちゃ多い。ありがとうございます。よかった見に来れるみたいで。おいこの無駄な時間なんだーい。カットだらけじゃないかーい。何してるんだろう。もう撮ったの前すぎてやばい全然覚えてない。分割削除。波動用にサリのうちは新調しました。ありがとうございます。最近 AKB 好きになったからさやかさん知らなかったけどめっちゃかえ嬉しい。こんなスピンで大丈夫ですか。もうちょっと可愛い時にもまた来てください。ぜひフォローしてもらって。こんばんは。DD 席しか売ってないから。DD 席が売られたのはあれですよ。もう第二抽選みたいなやつですよ。追加抽選みたいな。1回目はちゃんとチームごとの席ありましたよ。あ、チェックしてないな。こんばんは。追加抽選。でもすごい嬉しい。みんなが見に来れるみたいで。もう行くしてやばいな。めっちゃ傷んでる。スピンも可愛いよ。ありがとうございます。優しいね。もうエクステの広がり方やばい。傷んでる。スピンなんですか。全然スピンに見えない。え嬉しい。優しい。優しいね。なんかもうちょっと、あ今こいつの電源ないんだった。メイクしたらもうちょっとマシな顔にはなります。ぜひメイクするんで来てね。どこにいてもわかるんだその存在を感じてる胸の奥を突き抜けるみたい吹き抜けるみたいに君は僕の風だ。いい曲だよね。一回出る直前にさ歌詞パンそんでさ「どこにいてもわかるんだ」が分かんなくなっちゃって。めっちゃ歌い出しなのに出る直前に誰だなぎちゃんかなぎちゃんに「歌い出しの歌詞って何でしたっけ？」って言って事なきを得たのを覚えてる。ね、わかる。その絵文字大好き。最近この絵文字
人との LINE で対応しちゃう。 この絵文字いいよね。ハート、指ハート、指ハートっていうか手ハートめっちゃいい。チラリズムしてくれてる人がいる。こんばんは、こんばん、ワンバンコ。あー、パソコンの調子が悪い。なぎちゃん、なぎちゃんもびっくりだったと思う。え、もう出る直前だよって絶対思ってたと思う。サリーの君は僕の方好きすぎて音源だったし嬉しい、そこまで褒めてもらえると。頑張れます、頑張ります。これはアーニャ。ここにアイキャッチ入れるの悩むな。入れちゃえ入れちゃえ入れちゃえ。キアイボクの最後の足上げポーズが好き。なんかみんな好きだよね。なんでそんなに、そのいや分かるよ、好きなのは分かるんですけど、なんて言うんだろう、他の振りとかもさ同じくらいさ好きになりうるのに、なんで最後のポーズがそんなに人気なのか分からん。そう、でもなんかみんながすごい言ってくれるのでなんか嬉しいです。こんばんは、しけさん、こんばんは。あ、そうか、新しい iPhone の絵文字だからまだ他の機種には対応してなくて iOS 限定になっちゃってるんだ。結構後からさ対応されたりしません？ Android とかパソコンも。新しい iPhone の絵文字って歌うまいよね。嬉しい、ありがとう。でもあの足上げ一番苦手、何回か足ついてる、フラフラってして、あーダメだっつって。まだダメそうだな。こんばんは。で、雫公園の話をするのもめっちゃ久しぶりで、なんか嬉しいね。なんか喋ってる気がする。よいしょ、白い制服衣装良いですね。わかります、オール入って偉い。それな、もう永遠にないかと思ったわ。それな、ね、やばい、スイカ食べたい。スイカのギフト来るとスイカ食べたくなっちゃう。もうちょっとだな、もうちょっとしたらうめえスイカがいっぱい出てくる。あとちょっと、7月中旬ぐらいになればうめえスイカが出てくるんだ。さやは知っている、うまいスイカがもうちょっと熱くなると最高にうまいことを。あー、スイカ食べたーい。スイカもいいけどスイカバー食べたくない？スイカバーさ、夏絶対食べたくなるよね。あれ不思議じゃない？スイカバーほど夏に食べたくなるアイスない。逆に冬はそんなに、冬はなんか雪見大福とか食べたくなる。そう、なんか重めのやつが食べたくなる冬は。ね。冷蔵庫の大半を占めるようになるスイカ。そう、野菜室がマジでスイカで埋まるんだよ。そうなの、マジで大変なのあれ。
季節ものだとガリガリ君梨味。さあガリガリ君食べたことない。やばくない？生まれてこの方ガリガリ君食べたことない。スイカの切り方は半分にスパーンって切って、それまた半分にスパーンって切って、それまたこう縦に半分にスパーンって切って、あでもサイズによるな。スイカでっかいやつ買っちゃう、 2L とか買っちゃうときは8分の1に切ったら、うん、こう横にシュ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 って切るかも。通じたかな。今日果物ね、いちご買った。なんかいちご安かった。山梨の桃も美味しい。さらに差し入れしたい。どこだっけさ、福島の桃今年箱で注文してある気がする。なんか収穫し終わったら届くよみたいな。そう、桃めっちゃ好きで頼みましたね。丸々一個買う。スイカは丸々一個買うよ。だって一瞬で食べ終わるもん。サークルカットはしたことないな。サークルカットはね、あれちっちゃいスイカじゃないとね、めっちゃやりづらいんですよ。 2L とかのね、あのスイカでやったらとんでもない大変です。ワッサー注文した。いいね。以前ガリガリ君はポタージュ味とかナポリタン味も言ってた。なんかポタージュ味さ、意外とコアなさ人気なかった。意外と好きですみたいな人結構いた気がする。食べきれるの？え、さ、スイカ全然5日、4日か5日ぐらいでさ一玉食べきったもん。そのめっちゃでかいやつ、さやが重くてその台まで、切るための台に乗せるのがマジで大変だったぐらいのサイズを爆速食べきりした。でさ、桃は福島の桃が一番好きなんだよな。いや、わかんない、その産地ごとに食べ比べしたことないから体感としてだけど、福島の桃が一番さやは好き。うん、桃はね、白桃はね、ワッサーとか黄桃になってくるとまた話が変わってくるんですけど、やっぱあの黄桃の硬いやつになるとやっぱ長野がいっぱいうまいんで、そう、あそこはちょっとまた話が変わってくるんですけど、白桃の場合ね、白桃の場合ね、ポタージュ味ってポテチもあるけど勇気がない。え、ポテチのポタージュ味は絶対うまいでしょ。相性いいじゃん絶対。ポテトとポタージュだよ、絶対うまいやん。福島に住んでたことあるからなんか嬉しい。え、マジで福島の桃マジで美味しい、大好き私。待って、足首めっちゃ日焼けしてる全然関係ない話しちゃった。この夏の目標はワッサンを食べる。え、マジおすすめです。こんばんは。なんか今日お昼にご飯食べたやつマジ一生胃もたれしてる。ずっと胃ムカムカしてるんだけど、なんか今日混ぜそばを食べたんですよ。なんかずっと気になってたラーメン屋さんがあって、入ったらなんか混ぜそばがあってさ、混ぜそば結構最近ちょっとハマってるんですよ。ハマってるって言ってもこれで3回、人生食べるの3回目ぐらいなんですけど、そう、それで食べたらマジで胃もたれした。死ぬかと思った。後半食べるのめっちゃきつくて涙目で食べてたあー、普通に醤油ラーメンにすればよかったと思って。めちゃくちゃ美味しかったんだけどね、めちゃくちゃ美味しかったんだけど、めっちゃ重かった。量もちょっと多くて、多分太麺で、あの混ぜそばのちょっとした汁が絡む感じの激うまラーメンだったんだけど、めっちゃ胃もたれした。美味しかったんだけどね、めちゃくちゃ美味しかったんだけど、さやの胃が頑張れなかっただけ。ラーメンは悪くないの。そうだからさ、混ぜそばでもう無理ですってなったからさ、二郎系とか家系絶対食えないじゃんと思った。二郎系とか家系を食べに行ってみたいんだけどさ、ずっと食べに行ってみたいと思ってるんだけど、もう今日の時点でああ無理かもって思った。混ぜそばでこんな胃もたれしてるようでは絶対に食べれないだろうって
思いましたね。なんか背脂とか入れても元気に食べれる胃袋が私は欲しいです。よいしょ。油分結構えぐかった。まずそばめちゃくちゃ美味しかったんだけど、なんか辛いやつを注文したんですよ。で普通に食べきって帰る時、その店主みたいな人に大丈夫辛くなかったって言われて、まあめっちゃ辛さはちょうど良かったですって言って帰ってきたけど、そう油と麺の量の方がさやは大変だったっていう。でも美味しかった、美味しかったね。家系はそんなにこってりしてないのもある。なんかインスパイア系、インスパイアはあれか、二郎か。でも家系はそう、なんか店によって結構違うから家系の方が初心者おすすめみたいな見ました。なんか二郎系はなんか罠がいっぱいあるから行く前にいっぱい調べてけって書いてあったからいっぱい調べたんだけど難しそうで結局行くのやめたっていう。そう、こんばんは。え、さ、辛さめっちゃ強いです。長野じゃないけど釣り屋に行けばバッサー買えるかな。どうなんだろう、群馬ってこと？群馬だよね釣り屋。もう他にあるの釣り屋、あと TSU ですね、あの綴りが。それじゃあトゥルヤになってしまいます。その綴りではツルヤなので TSU でツにしてください。え、わかんない、群馬とかに流通してんのか。長野だったらワッサー売ってるイメージあるけど。劇場近くの家系武将ラーメンがおすすめ。どこにあるんだろう、あの裏の通りかな、あの UDX 側の通りなのかな。行ってみようかな。そう、辛いのさ大好き。蒙古タンメンさ、あのカップラーメンしか食べたことないんですけど、あのそう、あの本家に店行ったことないんですけど、カップラーメンは汁までがっつり飲みきれるぐらいには辛いの得意です。AK ラーメンは残りのスープにライスを入れて半玉、半熟味玉を砕いてリゾット風に入れるとめっちゃうまい。追加のライスとか絶対食べれないんだけど絶対食べれないんだけど。劇場の周りラーメン屋さんめちゃくちゃ多くない？なんかいつもサンドイッチみたいなさ、のつけてなんかどうですかって言ってるイメージある。そう、あとさ、あれだ、ペヤングの激辛普通に食べれるくらいには、なんだろう、マヨネーズとか乳製品とかなくて普通に普通の食事として、ちょっと辛いなぐらいで食べれるぐらいには辛いの強いです。そう、こんばんはね。サンドイッチのお兄さんいつもいるよねあそこ。まあ、でもラーメンってこうサクッと食べれていいですよね。こうパッて入ってさ、注文もその提供も早くて食べるのもそんな時間、まあ最後はちょっと時間かかるんですけど、あの食べるのもそんなに時間かからずに出れるから、なんかちょっと本当にもう早く胃を膨らませたいときにはめちゃくちゃいい気がする。割とリーズナブルだし、一食にしては、まあ、1000円ぐらいするけど。そう、武将ラーメン劇場の裏通りの秋葉原駅寄りにあります。やっぱそうだよね、 UDX 側のあの通りだよねきっと。なんか見たことある気がする、劇場行くときに。メンバー秋葉原のお店とか行けんの？え、わかんない、行けないのかな言われたことはないよ、秋葉原に行くのはやめてくださいって。わからないです。それなんて読むの？刀削麺？わかんない、なんて読むんだろう、絶対読み方違う気がする。秋葉原歩いちゃいけないっていう話を聞いたことか。なんか言われ、なんだろう、わかんない、さやが入ってからはそんなルールを言われたことはないですね。淡麗系という透明な塩鶏スープ、うわ絶対うまい、大好きそれ。でも担々麺が一番好きです、ラーメンでは刀削麺って言うんだ、刀削麺。あれさっきのなんて言うんだ、全然覚えてないや。刀削麺、
どういう面なんだろう。いいですねラーメン。ラーメンマジラーメンっていうか、まあ、混ぜそばだけど、外で麺類めっちゃ久しぶりに食べた。なんかちょっとまああれなんですよ。あ、刀削麺読み方合ってた？天才やん。あ、そうで、そラーメンとかちょっと控えてたんですけど、どうしても今日なんか食べたいな。なんかすごい今日インドカレーかラーメンで迷ってラーメンにしちゃった。そう、劇場行く前によくマックに寄ってから行きます。あ、近くにマックあるの？あ、でもあるかも、わかんないけど、メイクさんとかがよくマック買ってきてるイメージあるから近くにあるのかも。麺なら何が一番好き？麺何でも好きなんですけど、あ、でもほうとうかもしれない。邪道、ほうとうめっちゃ好きです。でもなんかさ、平たい麺が結構好きっぽくて、あのパスタも平たい麺、なんて言いましたっけあれ、読み方、名前忘れちゃったけど、平たい麺が好きだし、ほうとうも好きだし、きしめんも好き。ラーメンだったらさやは、あの博多のあの細麺が好きです。細麺が好きですね。あの一風堂とか、一蘭とか、 ああいう系の細麺が好きです。だからさやは博多ラーメンを食べに行きたいんだ。こんばんは。私も山梨県民ですが、ほうとう大好きです。美味しいよね。でなんかさ、サービスエリアで食べたほうとうがバカうまいくて感動したの覚えてる。何サービスエリアで食べたか全く忘れたけど、そう、なんか夜に食べたんですよ。何の帰りだったんだろう、あれ忘れちゃったな。でもパパとママとサービスエリアのフードコートで食べたな。長野県民はなぜかうどん好きな子が多い。うん、そんな気がする。さやも、いやね、多分長野県民は幼少期にそばを食べ過ぎて一旦うどんに浮気するんですよ。私の場合はそうだった。ちっちゃい頃そば好きすぎて、なんかコンビニ行ってもお弁当絶対ざるそば買ってたし、外出てもそば屋さんよく行ってたから、そばの大量摂取しすぎて、一旦そばいいわ、うどん食べたいって時期来たもん。今はまあ半々ぐらい、うどんもそばも同じくらい好きなんだけど、一時期マジうどんしかもう受け付けられませんっていう時期来た。食べ過ぎ、みんな食べ過ぎるとね、一旦嫌いなねフェーズ入るから、みんな食べ過ぎは気をつけた方がいい。そう、しけさんお疲れ様です。こんばんは。ステラシアターで食べなかった。ステラシアターにあるんだ刀削麺。よいしょ。博多ラーメンの粉落としは茹で時間3秒。あ、そんな短いんだ。でもさ、粉落としマジ大好き。一風堂行ったら絶対に粉落としにします。お切り込み、何それ、群馬のお切り込み。うわ、群馬行きたい。群馬行くとき絶対マリアちゃん誘う。お切り込み、お切り込みうどん群馬。おいしそう。これがいいです。私これ食べたい。うまそう。あの大好きなうどんだこれは。うわ、おいしそう。いいね。やっぱコシのあるうどんが好きですか？でうどんなんかあんまこだわりないです。でもコシあった方がまあおいしいよね。蕎麦の方がヘルシー。そう、体には蕎麦の方がいいんですよ。
何でも食べ過ぎは良くない。カレーラーメンがカレーラーメンなんてあんの？美味しそう。でもさ、カレーうどんめっちゃ好き。うどん界でカレーうどんが一番好きだよさ、ちなみに。ちょっと邪道ですけど、釜揚げとかも別に好きなんですけど、いっちゃん好きなのはマジカレーうどん。これは譲れないね。館林の花山うどん。館林読めんのちょっと偉くない？あ、すごい、館林って言ったらもうサジェストで花山うどんって出てくる。有名な店なんだ。館林って結構さ、群馬の中でもさ行きにくいところにありませんでしたっけ？あ、東京銀座店あるよ。日本橋店もある。群馬行かなくても食べれるやん。めっちゃ高級うどんそうだけど、つるとんたんみたいな高級うどんそうだけど。お品書き、あ、でも790円、そんなに高くなかった。普通カレーラーメンよりは安いぐらいだった。九州のうどんのコシは柔らか。あ、そうなんだ。その地域差があるんだね、うどんにも。でさ、香川にうどん食べ行きたい。香川行ったことないんだ。鳥天入りのカレーうどん、いらないいらない。さえはカレーうどんがいい。鶴とんたんも行ってみたいね。新潟の県央地区がカレーラーメンが本場。カレーラーメンも調べてみよう。なんか知らん食べ物知るのってめっちゃおもろくない？カレーラーメン。何、新潟ってさカレー有名なの？なんかバスカレーとか有名じゃん。カレーラーメンはラーメンをカレー仕立てのスープで調理した料理。世界一わかりやすい説明だ。でもカレーうどん好きだからカレーラーメンももしかしたら好きかもしれない。私なんかカレー鍋とかした後にさ、締めでラーメン入れたいね。普通さ、こう米とさチーズとか入れちゃうじゃん、カレーうどんした後。カレーうどんじゃない、カレー鍋した後の締めって。そこにラーメンとか入れたら美味しいかもね。カルボうどんわかる、大好き。私も好みが合うね。丸亀好きです。丸亀好きです。私、香川のうどん屋さんは早朝からやってるから、それこそサンライズ。確かに吉田のうどん、聞いたことある。ここでいろんな料理の話を聞くと明日のランチどうするかね。確かに食べたいものいっぱい増えちゃうね明日。シンシン、あ、待って、シンシンってこの前 YouTube で見た、あれでしょ、ビヨンビヨンのさオブジェが入り口にあるとこでしょ。めっちゃさサイン飾ってあるよね、シンシン。花山うどんは行列できてるって以前マリアちゃんが言ってました。そうなんだ。並んで食べ行こうかな。うどん好きなメンバー誰か知りませんか？カレーうどんにエビ天ぷら、エビ天は確かにちょっと美味しいかもしれない。そもそも鶏天がそこまで好きじゃないっていう罠だったね、さっきの鶏天いらないよって言ったのは。ココイチにカレーラーメンあんの？試しやすいね。ココイチ行こうかな。こんばんは。バスセンターのカレー、そう、なんかレゾルトもらったことあります。すごい、マジタイムリー。ちょうど一昨日ぐらいにシンシンっていうラーメン屋さん、博多のラーメン屋さん、YouTube で見ました。試験でした。検査こんばんは。暑さに負けないに、なんて読むんだろうそれ。メロンかき氷食べてきたけど美味しかったよ。めちゃくちゃ検索したいけど何て読むかわからない。メロンかき氷、それさ、その高級かき氷食べたことないんだよね。行ってみたい。でも全部食べきれる自信がないんだ。それはああいう高いかき氷ならいけるのかな。それ屋台のかき氷とかもさ飽きちゃうんだよね。あ、メロンかき氷って言ったらもう店出てきた。これ何て読むの、何て読むんですか。読み方教えてくれないんですけど。でも美味しそう。これいくらするんだろう。2980円。わお、福60って読むんだ。まあとっても豪華ね。3000円のかき氷か。3000円のかき氷出せるかな。さや、出せないな。かき氷、まあメロン高いからしょうがないね。そうだよね。でも3000、
かき氷ってさ、そのおやつ系統じゃん、一食にならんやん。おやつに3000円か、厳しいな。1500円でも悩むもんね。こんばんは。なるほどね。でもめちゃくちゃ美味しそうだよ。あのさ、器がメロン半分の器になってんの。メロン半分にパッて切ったのが器になってんのよ。でめっちゃメロン、バカメロン乗ってんの。そう、メロンポ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 ンっていっぱい乗ってる。悩むな。3000円か、誰か出してください誰かファンの皆さんおごってくださいって言ったら、めっちゃみんないいよってすごい言ってくれそうだから、ちょっとそれは申し訳ないからあんま言わんとくわいいよって言ってくれちゃうなみんな優しいからみんな優しいから言ってくれちゃうんだよ。黒くじは七福神の一つの頭長いやつ。何の神様なんだろう。でも十って書いてあるから長寿とかなのかな。別に関係ないかな。七福神全員言えないな、そう考えたら「ハッシュタグ星になってるけど何て書いてあるか大体わかるわ、おもろ」。なるほどね。石油王になったら食べることにするわ。さえも石油掘り当てたらかき氷食べ行くわ。なるほど。でもめっちゃうまそう銀座やばい、そろそろ時間が。銀座福禄寿、別のメニューとかあるんかな。メニュー丸ごとメロンのかき氷、あ、でも2500円税込み。他の、あ、もうちょっと1300円ぐらいのもうちょっとリーズナブルなかき氷たちもいるわ。あ、待って、わらび餅ある、おいしそう。さあ、わらび餅ね、和菓子の中でマジでもうトップレベルに好きなの。え、待って、おいしそう。どうしよう、行きたくなってきた、わらび餅を食べに。うわ、うまそう。新宿の小田急デパートの上の階で1400から1500円のかき氷出店してたけど結構並んでました。でもなんかそういう高級かき氷ってさ、やっぱ美味しいですよね。味が全然違う。そう、まあ、食べたことないんですけどね、もう見てわかる。かき氷の氷が雪解けみたいな感じで口の中であっという間に溶けちゃうね。あとキーンってなりにくいって言いますよね、高いかき氷ってこうふわふわやからえ、そうさ、飲むわらび餅まだ手を出したことがありません。長野に移動販売のわらび餅屋さんあった、あったのかな、わかんない。でもさやは出会ったことないですね、わらび餅。なんかさ、わらび餅さ、めっちゃ気になってるさ、どこだっけ、西日本のどっかの県だった気がするけど、なんか気になってるわらび餅がねあるんです。名古屋だ。なんて店これ。めっちゃね、行ってみたいわらび餅屋さんがあるの。なんて読むんだろう、ひでこなんて読むのこれ、ひでじゃないなこれなんて読むんだ、名古屋、なんて読むんだろう、検索できない。あ、でも出てきた、名古屋でも出てきた、吉光。それ行ってみたいです。秘密堂はキーンってならなかった。あ、かき氷ですか。秘密堂かき氷、秘密堂かき氷、
かき氷専門店秘密堂メニュー夏の部、え、冬の部もやってんだ。どこにあるの秘密堂って。これトップ、アクセスがわからない。時間場所、日暮里駅から、日暮里、日暮里、日暮里ってどこだ、日暮里、日暮里、日暮里って上野の近くですよね。山手線日暮里、吉光、吉光って行ってみたい。今度名古屋に行ったら絶対買おうと思って。著名人にもファンが多く、失敗できない挨拶、大事なお取引先への手土産としても太鼓判。そんな有名店だったんだ。なんか前テレビでやってて、わお、おいしそうって思った気持ちがあります。1日1000個以上売れる。待って、夏売ってないんだけど。終わった。品質を保つために夏は販売しておりませんって。冬まで待ちます。上野から2駅。なるほど、じゃあ行きやすいですね。こんばんは。上野うぐいす谷日暮里。なるほどね、うぐいす谷ね。うぐいす谷ってさ、名前めっちゃ可愛くない？好きなんだよね、名前だけ。あんま治安良くないから駅前は好きじゃないんだけど。悲しい。秋まで、9月まで待たなきゃいけないってこと？泣いたな、食べたいな。よ、吉光のわらび餅食べたことある人がいる。羨ましい、羨ましい、ね、美味しいって有名ですよね。で、名古屋ってか愛知行きたくて、私。そう、愛知行きたいです。あの、それこそ好きなね、 YouTuber さんがいらっしゃるところなので、なんかいろんなこう動画に出た場所とか行ってみたいなと思ってます。あの、かの噂のね。てなわけで、そろそろ12時になってしまいます。1時間半弱ぐらい喋りましたね。楽しかった。今日いっぱいやりましたね。さ、2時間ぐらいやったんじゃない？昼間どんぐらいやったんだろう、あの配信。40分ぐらいやったのかな？ 2 時間ぐらいやったんじゃないかな。明日ね、さ、また休みなんですよ。さ、まじ7月頭さ、なんかめっちゃさ、暇なんですよ。なんで明日も、なんか昼間に1回、夜に1回ぐらいやって、ちょっとみんなと楽しい時間を過ごして、メンタルを安定させようと思っています。でもさ、明日昼間はもう死んでも動画を編集完成させなきゃいけないので、編集配信になるか、順調に編集が進んでいれば普通に喋る、ご飯作る配信とかしてるかもしれないので、まあ、またあの、明日覗けそうだったら見に来てくれたらと思います。ではランキング読みます。13位まさとさん、ありがとうございます。12位ともちさん、ありがとうございます。11位チョロさんって呼ぼう、ありがとうございます。10位ピアノマンさん、ありがとうございます。9位ヤスさん、ありがとうございます。8位ヒラリンさん、ありがとうございます。7位ワソッピさん、ありがとうございます。6位ヤチさん、ありがとうございます。5位マコトノスケさん、ありがとうございます。4位ケンケンさん、ありがとうございます。3位ケロンさん、ありがとうございます。2位とザイムケンケンさん、ありがとうございます。そして1位はタメさん、ありがとうございます。みんな遅くまでありがとうございました。そう、今のうちに休んでおけということです。7月中旬からね、なんかさ、忙しくなるよ、いやらしいんですよ、スケジュール的に。7月8月がなんかバカ忙しいらしいので、今英気を養っています。そう、今が動画編集するチャンスなんで。ということで、みんなお付き合いいただきましてありがとうございました。みんな早く寝てね。おやすみなさい。バイバーイ。